はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、この前インスタグラムで H&M さんのショールームにお邪魔してきましたっていうねストーリーズを上げたと思うんですけど、今回そのお邪魔するきっかけとなったのが H&M スタジオっていう、ちょっと H&M の中でも奇抜なラインというか、すごくファッショナブルなラインがありまして、その H&M スタジオのイベントが今度あるんですけど、そのイベントにご招待をいただきまして、せっかくだったら当日その H&M スタジオのお洋服をぜひ着てほしいですっていうご要求をいただいて、私も大好きなラインだしH&M 自体も大好きなので、ぜひって言ってイベントにお伺いするんですけれども、そのフィッティングに伺いました。本当に夢みたいな空間で、もうずっとテンション上がりっぱなしだったんですけど、その時にその H&M スタジオのお洋服、当日イベントに着ていくお洋服とサンプルがいろいろバーってあったんですけど、その中からもぜひ好きなものを選んでいってくださいっていう風に言っていただいて、 H&M の秋冬物をご提供していただきました。本当にありがとうございます。で、ちょっとオープニング長くなってしまって申し訳ないんですけど、写真でもねあげたんですけど、私こんなにも大きな袋に H&M のお洋服をねたくさん詰めていただきました。で、これをねあげた時にみんなに、もうその中身ぜひ紹介してくださいっていう風に言ってもらえたので、今日は H&M の秋物冬物をたくさん紹介していこうと思います。本当に可愛いものがたくさんあるので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずはその H&M スタジオの方から紹介していこうと思います。まず1個目がじゃじゃーん、こちらでございます。このジャケット私も見た瞬間に、はい、もう私これ絶対好きなやつと思って試着させていただいたら、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。このジャケットめっちゃオーバーサイズで、本当にワンピースみたいな感じで着れるぐらいの丈感とかボリューム感があります。多分ずっと見てくれてる方ならわかると思うんですけど、私本当にジャケットが大好きで、 YouTube でもねずっともう秋冬になるとジャケットをいろいろと着回して紹介してると思うんですが、このジャケットも持ってない形だったんです。こんなにも大きなオーバーサイズのジャケットを持っていなかったので、すごく一目惚れしました。超可愛い。ただすごく大きめになっているので、なんか下のボトムスとかはシルエットが大きめなゆったりとしたものよりかは割とスッキリしたものだったりとか、ミニのボトムがめちゃくちゃ合います。素材がねちょっとこう綿っぽいというか、スイレっぽいっていうかものになっております。それもねまたなんかドレッシーすぎなくて、すごく可愛いなって思いました。パパットもねすごく分厚めのがしっかりと入っていて、これあとすごく可愛いポイントが後ろなんですけど、ここにわかります？隠れポケットがついてるんですよ、この右の背中のところ。最初見た時分かんなかったんですけど、着てみてぐるって一瞬見てみたら、えっこんなとこにポッケあると思って、これがすごく斬新で可愛いなって思いました。で、今ちょっとまだ仮止めされてるんですけど、ここもスリットが入ります。まずこれが一つ目です。そしてもう一つスタジオのアイテムがありまして、それがじゃじゃーん、こちらでございます。わーお、めちゃめちゃゴージャスじゃないですか、これすごくない？これもね見た瞬間にもやっぱ目を引かれて、で H&M スタジオの洋服って結構こうカラフルなものが多いんですね。色がすごく大胆に使われているものが多かったりとか、今回のコレクションも結構そういった色物のアイテムも多かったです。ブルーもあったし、イエローとか、あとピンクもあったかな。すごいたくさんカラフルなものあったんですけど、私はこのパンツをチョイスしました。ベルボトムめっちゃ広いです、これ裾。最初ねあんまり私こういうのに挑戦したことがなかったから、似合うかなどうかなって悩んでたんですけど、エリちゃんと行ったんですよ今回。エリちゃんとお邪魔させていただいて、で2人で試着室入って、ちょっと着てみるわこれとか言って着てみたら、え待って超可愛いと思ってエリちゃんにも、めっちゃ似合うよそれっていう風に言ってもらえたので、これにしました。ちなみにこれはセットアップでジャケットもあったんですけど、ジャケットはもっとこの先のジャケットよりかはもっと本当にキュッとした感じで、ウエストもすごいくびれがあったりとかして、それもすごい素敵だったんですけど、オーバーサイズの方のジャケットにさせていただきました。そうでね、これすごい丈感が長いんですよ。めちゃくちゃ長くて私も全然引きずっちゃうぐらいあるんですけど、でもこの形が本当に足を綺麗に見せてくれる形になっているので、シルエットもビシルエットでとっても可愛かったです。生地もね本当にしっかりしていて、すごい可愛い、本当にこれ最高そうなので、そのイベントにはこれをね着ていこうと思います。すごい楽しみ。これ上がってる頃にはもう言ってるかな、それは YouTube 撮っていいよっていう風に言ってもらえたので、また動画回そうかなという風に思います。やっぱり H&M では私ずっと本当にもう高校生の時から、 YouTube 始めた時からはもう確実ですけど、ずっと愛用してい
旦那さんなので、よくね、私もまだ愛知にいた頃、名古屋のあの松坂屋のところにずっと通い詰めてましたね。大愛用してたので本当に嬉しかった。はい、ということで、こっからは、普通のアイテム、通常のアイテムになります。では続きまして、3つ目が今着ているこちらのジャケットでございます。こんな感じ。今日はこちらのレザージャケットをね、着てるんですけど、これもね、すごく可愛い。さっきのジャケットとはまたやっぱりちょっとシルエットが違う感じで、こっちの方がちょっとコンパクトな感じなんですけど、これでもね、XS サイズです。XS サイズなんですけど、多分元々がオーバーな作りになっているので、私でもちょっとオーバーな感じで着れるぐらいのゆったりさがあります。しっかりとしたレザーの素材で、これはちなみに肩パッドはちょっと入ってるかな、若干入ってます。そんなに入ってるわけではないから、なんかこう肩がめっちゃごつくなるみたいなことはないかなっていうふうに思います。やっぱりこういうレザーのジャケットもすごく着回しがしやすいアイテムで、レザーってやっぱりちょっとこうハードなイメージがあると思うんですけど、なんかそれをこういったデニムとか合わせてカジュアルダウンさせたりとか、羽織るだけで結構様になるアイテムだと思うので、他はシンプルな合わせでもすごくコーディネートがおしゃれに見えると思うので、おすすめアイテムです。結構可愛いですよね、めちゃくちゃ今の時期にね、超ぴったりなアイテムだと思います。はい、では続きまして4つ目がででん、こちらでございます。一見普通の白 T、ロン T に見えると思うんですが、後ろがめちゃくちゃ可愛いんです。これじゃじゃーん、可愛いかないこれも見た瞬間に一目惚れで、可愛いと思って選ばさせていただきました。なんて言うんでしょうか、こういうのウエスタンっぽいというか、ちょっとこう中二病っぽくも見えるようなデザインかなとは思うんですけど、そういうなんかデザインのアイテムがやっぱり今 Y2K っていうのがすごくトレンドになってきていると思うので、そういった印象のあるというか、お洋服も今は逆に可愛いみたいなトレンドになってるんですけど、これもそんな感じかな。ロンティ私ね、マジで全然持ってないので、ちょうど欲しいなって思ったので、めちゃくちゃ嬉しいです。後ろにあるっていうのがすごくさりげなくて可愛いですよね。前にガンってあるとコーディネートもちょっと色々ね、難しかったりとか、顔と喧嘩しちゃうみたいなっていうのもあるかなとは思うんですけど、後ろにあることで後ろ姿が逆におしゃれに見えるから、これめちゃくちゃ私お気に入りです。で、袖がこれね、若干こう広がってる感じになっていまして、そこもまた可愛いんですよね。そこも私気に入ってます。丈感はしっかりとありました。袖丈もしっかりとあります。結構薄めな素材になっているので、中はあんまり色物のインナーだったりとか柄物のインナーだったりとかは避けた方がいいかなとは思うので、なんかシンプルなベージュだったりとかブラックとか、意外と白 T って白に白を重ねるより黒に白を重ねた方が中のインナーが目立ちにくいので、ブラックのインナーとかがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで続きまして5つ目がじゃじゃーん、こちらボーダーのニットでございます。私ボーダーあんまり着ないんですけど、普段最近髪色変えたじゃないですか、赤髪にしたんですけど、赤髪にボーダーってめちゃくちゃ可愛くないですか。なんかこうロックな感じの印象が私的には勝手にあって、そうだからすごい今の髪色と似合うんじゃないかなと思って選ばさせていただきました。こちらのニットはですね、モヘアとウールがブレンドされてて、タグにもついてるんですけど、めちゃくちゃあったかいんですよ。これからの時期にマジで大活躍すると思う。ウールが入ってるので若干チクッとしちゃうかなっていうのはあります。やっぱりどうしてもウールってチクチクしがちな素材ではあるので、若干気になってしまうので、中になんかさっきみたいなロンティーを重ねてあげたりとかして、敏感な方はこう肌を守ってあげて着るといいかと思います。やっぱこの太めのボーダーっていうのがいいですよね。そして細かめじゃなくて太めっていうのがまた可愛い。ゆったりとしたもっちりとしたとってもルーズで可愛いニットでございます。これでね、私1個やりたいコーデがあるので、またやったらアップしますはい、ということで続きまして6個目がじゃじゃーん、こちらでございます。わー、超可愛い。これめっちゃ色合いが可愛くないですか。このブルーってやっぱなんかおしゃれに見えますよね。で、最近ちょっとこういったターコイズブルーというかパキッとブルーがめちゃくちゃ流行ってる気がする。個人的によく見かけるこういう色合い、ポイントになるし意外と合わせやすいので、どんなカラーでも推しアイテム。これ結構ね、長めの丈になってるので、私でもしっかりと丈感あるなっていう風に感じたし、髪の毛染めてなんか赤だから勝手に自分でカラーもちょっと似合わないんじゃないかなって思ってたんですけど、エリちゃんにいや可愛いと思うよっていう風に言われて試着してみたらめちゃくちゃ可愛くて、意外とね、いけました。で、これさらにまた可愛いのが裏がね、
じゃーん、こんな感じでセクシーなんですけど、カットアウトされててこういう感じで、これがめっちゃ可愛い。ちょっとこの紐が見えちゃってるけど、腰のあたりかなが若干見える感じで、とっても女性らしいワンピースですね。でまあこれタンクトップでちょっと夏っぽいんですけれども、まあ、合わせによっては秋でも全然着れちゃうと思います。結構大きめのアウターだったりとか、あったかいアウター合わせてあげれば全然着れちゃうと思うので、アウターちょっと脱いだ時とかにチラッと見えたりするっていう、可愛くないですか早く着たいいろいろ合わせていこうと思います。はい、ということで続きまして7個目がじゃーん、こちらでございます。レザーのパンツレザーパンツはね、合わせやすいし、で合わせやすいのにおしゃれに見えるし、結構海外ガールの中でもレザーパンツってマストアイテムなイメージがあるので、簡単に海外っぽいコーディネートが組めると思います。でこのパンツめっちゃシルエットが綺麗で、超足が綺麗に見えるんですよ。すごいストレートなパンツなんですけど、素材もすごく柔らかいのでとっても履きやすかったです。今着てるこのレザーのジャケットと、まあ、ちょっと素材はね違うものだとは思うんですけど、そんなに差はないので、セットアップみたいな感じで着てあげても可愛いと思います。さっきのボーダーのニット合わせても可愛いし、さっきのロンティーでも合いますし、こちらもとてもおすすめアイテム、持ってない方はぜひ1個ゲットしてみてください。多分めちゃくちゃ使えると思います。でしかもあったかい、レザーってやっぱ風を通さないので、秋冬はねめちゃくちゃあったかくて大活躍です。本当に特にパンツはね防寒がしにくいところではあると思うので、あったかさもあっておしゃれにも見えてとてもいいと思います。はい、ということで続きましてラストでございます。冷静に考えてね、本当にもう選びすぎだろっていうズーズーしすぎでしょっていう感じだと思うんですけど、でも私もちょっと心配になってちゃんと伺いました。こんだけ選んじゃって大丈夫なんですかっていう、本当にダメだったら言ってくださいねって言ったんですけど、着ていただけるならぜひっていう風に言っていただけたので、たくさんズーズーしく選んじゃいました。ラスト8個目がじゃーん、こちらでございます。うわお、また色の派手なものが登場しましたが、これも超可愛いんですよ。本当にヤバくないですかこの色。ということで今の髪色ともやっぱり赤系だから、そんなに喧嘩せずに履けるかなっていう風にも思うし、私前から結構言ってると思うんですけど、色物って、まあ、上の色物も可愛くてすごい好きなんですけど、初めて挑戦する方とかは結構下から挑戦してみても私はいいんじゃないかなって思ってて、なんか私的な理論でいくと、やっぱり上にカラー物持ってくるとどうしても顔と近い分顔色悪く見えたりとか喧嘩しやすい印象があるので、顔となるべく離れてるところ、だからまあ、パンツだったりとかシューズとかそういったところから色物を入れてあげると割と使いやすいんじゃないかなって私的には思ってて、だから挑戦してみたい方はこういったパンツとかも結構おすすめです。結構派手に見えるとは思うんですけど、意外と私は着やすいかなっていう風に思います。でこのパンツは若干フレアな感じのシルエットになっていまして、わかるかな、セミフレアな感じのシルエットになってて、やっぱりフレアパンツって足がめっちゃ綺麗に見えるんですよね。太もも周りはちょっとスリムになってるんだけど、そっから下を自然にサッと綺麗に見せてくれることによってめちゃくちゃ足が盛れると思ってますでちなみにこちらはコーデュロイの素材になってまして、とっても秋冬感満載でめちゃくちゃ可愛い。最近あんまりこういったビタミンカラー私着てなかったんですけど、やっぱり惹かれますね。可愛いですね、やっぱり着てみたら、あ、やっぱ可愛いなと思って、これもね結構お気に入りアイテムです。はい、ということで以上8点でした。もう可愛いでしょ皆さん全部可愛くないですか。超ドタイプなものばっかりですごくすごく悩んだんですけれども、私はこの8個をチョイスさせていただきました。 A ちゃんもねすごいたくさん選んでて、2人しても大袋を抱えてありがとうございましたって言って出てきました。多分まだオンラインだったりとか店舗にあるやつもあると思います。 H&M スタジオのやつはこれから発売になると思うので、他にも可愛いのたくさんあったのでぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Tell him not today. Oh, oh, not.